グリーゼ758とは、ことザの六等星で、太陽系から50光年離れている。スペクトル分類では、系型に分類される。研究上の位置は、ことザと白鳥座との境界付近で、ベガデネブアルタイルが形作る夏の大三角の内側にあるが、四等級が6.36と暗いために苦眼での目視は難しい。2009年、グリーゼ758の周囲に、 太陽系外惑星の候補天体が発見された。この天体が惑星だと確認されれば、太陽に比較的似た構成の周囲に直接、観測法で、系外惑星が発見された、最初の例となる。しかし、より質量の大きい褐色矮星に分類されるの、可能性もあり、2009年末の時点で結論は出て、いなかった。しかし2018年に、 これまでよりも高精度に質量が求められ、この晩星は褐色外星であるとする研究結果が発表された。2009年12月、グリーゼ758の周囲に晩星グリーゼ758バイトが存在することが報告された。この天体は2009年5月と8月にスバル望遠鏡が行った観測で見出されたもので、2008年から試運用を開始していた。 高コントラストコロナグラフ撮像装置を利用し、近赤外線で直接撮影された。主星からは 21.1au 離れており、太陽系に当てはめると、太陽から天皇星までの距離に相当する。表面温度は600系程度。以前は惑星系の年齢がはっきりしていなかったため、推定された質量は木星の10から40倍と幅が大きく。 惑星と褐色矮星の境界にまたがっているため、2009年の時点では惑星の候補天体として扱われていた。しかし、2018年に発表された研究結果では、この番星が木星の42倍の質量を持つ褐色矮星とされた。また、2009年8月の観測では、番星 B の内側に別の天体が発見された。 この天体は、主星から 18AU の距離に相当する位置にあったが、詳しい観測の結果、たまたま同じ方向にある背景の星と確認された。ありがとうございます。